あなたの心をバラバラにします。ラブサタ548回目、はい、バラバラにしないでよ。そうだね、本当はほぐしますっていう意味で言いたかったんですけど、はいはい、放送の方でね、うん、はい、あの部品を扱っている方がいらっしゃって、うん、リスナーさんでね、リスナーさんで、はいはい、でね、あの土曜日はまったりと、うん、聞いてくださっているということでね、はい、気持ちもネジを外していただいてもう心もバラバラに体もバラバラに聞いてくださいっていうので、はい、このタイトルになりました。バラバラじゃなかったね。そうだね、ほぐしてだったね。ほぐしてだったね怖いよね怖い、バラバラって何よっていう快速あさみんさんです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あさみさん、はなちゃん、ご卒園おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです、あの先週ね、はい、お休みいただいておりまして、うん、はい、親戚のおっちゃん気分の快速あさみん、自分ごとのように嬉しく思います。思い返せば産休に入る前に安産祈願の犬のお守りを起こらせていただいたから、うん、早いもので5年以上経ちますね、うん、これからも健やかな成長を願っておりますということで、嬉しいです、ありがとうございます。親戚のおじちゃんがね、多くなった。そうなんです、うん、ラジオネームロンリーリップマンさんもありがとうございます。ありがとうございます。ファミリーの花ちゃんの卒園のお祝い、温かいですね、うん、ファミリーの皆様はすでに身内感覚なんですね。私もですということで、ありがとうございます。本当に会ったことはないけれどって皆さん言ってくださって、そうだね、ね、うん、すごく近くに感じてくださってる、まあ、話題をね、結構そうなんですよ、出させていただいてるから、そうそうそうすいませんね、本当皆さん成長をね、みんな見守っています。はい、そして、はい、あの先週うんうん、お休みで、その前がそう、ね、あの、はい、急遽ですね、はい、ラブサタの収録ができなくなってしまって、はい、でもその時にも、うん、あのメッセージをいただいていたんです、うん、ラブサタ、はい、その前の週が絵心対決の時だったので、うん、はい、伝説のね、そうです、はい、私たちの中で自分で言っちゃってホタルイカだけでなく、イイダコも食べられない肉巻きインゲンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は全然食べられますけどね、はい、先週のお絵描き対決、笑わせてもらいました。あさみさんの新しいホラーキャラクターを作り上げる才能にはある意味旋律を覚えたことだって書きながら自分で悲鳴上げてたの。私も怖かったもん、あれまさかの、まさかあんなんできゃ降りてきたかもしれないので、夢にね、うん、そうだね、はい、次は知ってて当然描けそうなものという感じの、うん、ライオンやタヌキ、うん、カブトムシやハチとかどうでしょうか、うん、画伯の誕生を期待しています、はい、ということで、確かにそうね、キャラじゃないものの方が、うん、絵心はすごい出るかもしれない、はい、もうね、あのライオンはね、描けると思うよ、まあ、言った、うん、ライオン描けるな、たてがみ描けば、だいたいライオンにあるでしょ、描けるのか、言ったけど本当にライオンとね、蜂は大丈夫よ、蜂だってうちいたもん、うち飼ってたもんだって、蜂巣作られた、こんなでっかい蜂の巣だったから、巣作られただけで、みんなあの、ね、飼ってはないけど見たことあるから、見たこと、そうだね、はい、そうね、足長蜂は描けます、足長蜂限定、うん、足長蜂かけると思いますけど、私足長蜂かけるかなそうでしょ、でも急にミツバチ描いてって言われて難しいでしょ、そうだね、ミツバチ蜂しか出てこない、ミツバチはね、すごいちっちゃいで、ポテッとしてて可愛いの、え、そんな違いあるの、あるよ、全然違うミツバチってこんなちっちゃいよ、あそこはこんなか分かんないけど全然もう可愛くないの、足長蜂はすごいでかくて、可愛さの問題、全然可愛くない、はい、あいつら執着すごいか、はいそしてですね、勝ってたと思っていた、はい、こちらはですね、あのアナポチさん、ありがとうございます、今日のラブサタは燃えました、やはりブラサタは心の栄養剤ですねこれはどちらなんでしょうねありがとうございます。ところで、あさみちゃん、はなちゃん、幼稚園卒業、卒園おめでとうございましたあさみちゃん、卒園おめでとうございます、違うね、あさみちゃん、はなちゃんだけだね、そうだね、すいません、はい、一緒に読んじゃうと私と花江が卒園したってことになっちゃいます、ね、2人で、はい、はなちゃんのお弁当箱の素敵なメッセージについもらい泣きしてしまいました、ね、あ、そうですね、
あさみちゃん3年間お疲れ様でした。そして4月から小学生ですね。真新しいランドセルに大きな夢を詰め込んで、うん、たくさんの新しい出会いや楽しいことにチャレンジしていってください。温かいメッセージありがとうございます。もうこの間ね練習で小学校まで、うんうん、歩いたの？そう行かせてみました。そうだよね。そうま、今もさ半、うん、で行くの？半で行くの。で半で帰ってくるんだけど、あ半っていうかそう同じ方向のね、うん、子たちと一緒に帰ってくるんだけど、でもほら道順覚えないといけないから、そうだよね、そう練習がてらね行きましたよ。寄り道したがるからね。そうだね、確かにね。ちゃんと通学路っていう看板を沿って行けって言って何個見つけられたかなみたいな風にやっていきましたね。そして先々週から始まった第1回絵心対決ですがありがとうございます。いやー神すま並みに笑いました。みーちゃんのスヌーピーとっても上手。ありがとうございます。それにしてもあさみちゃんのスヌーピー衝撃的でした。だいぶ衝撃を受けていらっしゃいます。お父さんね。みーちゃんのスヌーピーに1票でもあさみちゃんのアンパンマンも素晴らしい。なので引き分けですね。ありがとうございます。またサナベイさんの絵心も微妙なものがありとても楽しめました。やはり人それぞれスヌーピーがあるのですね。そうだよ、人それ私のスヌーピーはあれなんだもん。だってあ見えてんの違うけど。そしてこの無謀な企画いつまで続くか分かりませんが次回も期待しています。やはり動画はいいっすね。ラジオじゃこうはいかないです、うん。ところで絵心似顔絵対決リクエストいいですか？はい、はい、熊本では有名なゆるキャラくまモンとモンつながりでポケモンのピカチュウお願いします。くまモンは偽物なんないようにお願いします。絶対偽物になるな。なるよね。なる、うん、ああいうシンプルなものほど難しいから。確かに。でもねピカチュウって書けるかな。私も難しいな。もうピカチュウもスヌーピーの恐れあるよ。戦慄のピカチュウになっちゃう。すごい電気ショックになりそうよ。怖いね。怖いな。ある意味見てみたいけどね。そしてですね、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さんありがとうございます。本放送お疲れ様でした。花江ちゃんのご卒園おめでとうございます。ありがとうございます。今度は小学校の入学式ですね。それからえなちゃんは幼稚園入園でしょうか。そうであればダブルの楽しみですね。今日も含めて花火で都内の桜は入学式まで持ちそうですね。ありがとうございます。そうそうね、来週だから多分桜も間に合うかな。間に合うっていうかそうね、持つかななんて感じですけど、うん、まあギリギリだいぶ舞い散ってる感じかもしれないけど ね。そうだね、うん、そう下のねエナも もう入園、ね、まあ入園本入園の前のバンビクラスっていうね、うんうん、プレーなんですけどね始まります、はい。そして本放送で読んでいただいたメッセージ、うん、優しいお二人は上司が私に資格を取らせるために言ったとおっしゃっていましたが絶対に違います。強く否定、すごく強く否定されてます。かっこ笑いですけど、うん、そうどうでしょうね。ね、はい、そうそうラブサタ546回でネタ切れとおっしゃっていましたが、そんなそんな、お二人の自然のトークが持ち味のラブサタ、もちろんブラサタもです。確かに絵心対決のような企画は面白いです。謎のズヌーブ勝手に命名のような衝撃キャラが登場しますので、でも無理にネタ作りなどしなくても私はお二人のトークだけで十分に楽しいです。そうでなければ550回も続かないですよ。これからも自然体で無添加ストレートトークを楽しみにしています。ありがとうございます。そうね、企画はね面白いですけどね。そうね、せっかく動画だからっていうのもあって、うん、そうね、はい、やってみましたが、はいはい、ね、なかなかね皆さんのメッセージとかも読めなくなっちゃったりとか、ね、まあ、その辺はこういろんな塩梅見ながらね、はい、やっていきたいと思いますけど、うんうん、そしてですね、はい、ブラサタ宛てにメッセージをいただいていたんですが、はい、ちょっとテーマと違うずれたメッセージですいませんでしたっていうふうにいただいてたんですけど、はい、これラブサタで読ませていただいていいかなということで、うん、はい、ラジオネームお米ファームさんありがとうございま す。初めてラジオにメッセージ送りますよって、うん、すごい、はい、私は同じ会社に元カノがいます、はい、部署は違い仕事上の接点もないため、うん、別れてから今まで特に話すこともありませんでした、うん、ずっと未練もなく何とも思っていなかったんですが、うん、最近彼女が産休に入ったことを知ったんです、うん、
名字に変化がなかったので、うん、結婚したことも知らなかったのですが、産休ということに激しく動揺している自分がいます、はい、それを知った日は仕事に集中できず、うん、また誰に相談することもできず、うん、ここにたどり着いて文章を書いています、はい、祝福の気持ちもありますが、うん、何かモヤモヤした気持ちもあり、この気持ちをどう整理したらいいか分かりません。どうすればいいのでしょうか、うん、ということでラブサタもね、遡って見てくださってるということで、ありがとうございます。これでブラサタにたどり着いたっていうのが面白いね。そうだね、ブラサタがラブサタっていうかいや、ありがたい、相乗効果でね。そうだね、確かにね。うん、まあでもね、未練があったわけじゃないっていうふうにおっしゃってるって言葉ですよ、うん、おそらく何か錯覚がその自分の中で起きてるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど ね。でもやっぱり前にね、好きだった人だったり、うん、お付き合いしてた方っていうのはやはり気になるものですよ。いや、しょうがないよね、結婚したりとか、うん、別に好き、今好きっていうわけじゃないけど、うん、あ、そうか、結婚したんだなとか、うん、子供できたんだなとか、そうね、そういうのをね、うん、絶対思う。祝福しながらも、うん、ちょっともやってするのは複雑なんですよ、ね、やっぱり人間そういうことですよ。そうそうそう、だからこう理屈じゃない何かっていうのがあって当然だと思うし、うん、おそらくね、時間が経てば多分なんてことない、うん、なんかこう気持ちの整理とかも自然につくような気はしますけどね。そう思う、うん、時間がお薬じゃないけど、うん、で考えすぎちゃうとどんどんモヤモヤしていくから、うん、そうそうそう、ね、そうだから逆によ、気になりだしちゃうから。そうなのよ、そう、変な方に意識しちゃうと、意識してっちゃうから、そう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 、だから、うん、逆に意識的に考えないようにしていって、うんうん、それが時間の経過とともに自然と考えなくなると思うので、うんうん、まあでも意識的に考えないってすごい難しくない？まあ、もうそれで意識してたってそういうことでしょ、だってでも考えない、考えないって思うことは大事よ。だからなんかシフトチェンジじゃないですけどね、うん、なんか誰か、まあ、他に気になる方がいるってだったらそれが一番ですけど ね、うん、まあでもそういうのはなかなかこう出会いの場に行かないといけないから、うん、まあ、なんかちょっと新鮮な場所に行くというかもね。そうね、フレッシュな場所に、うんうん、そんなことを思い出す暇もないぐらいに、そう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 、充実させればまた何かちょっと変わって見えてくるかもしれないし、そうそう、なんか、まあね、出会いのそういう、まあ、なかなか今のコロナ禍で行くっていうのは難しいですけど、ね、なんかちょっと新しい店に行ってみるとか、うん、バーに行ってみるとか。そうね、バーに行ってみる。バーってさ、結構出会いの場になるじゃない。まあね、うん、ただ今どうなんだろうね、今どうでしょうね、ちょっと難しいかもしれない。まあでもあるんじゃない、やっぱ婚活は。そうね、うん、だって普通に居酒屋でみんな飲んでるでしょ。確かにだからちゃんとね、節度ある距離を保ちながらだったら別に、ね、うん、まあ、それだけちゃんとお付き合いしてたからこそモヤモヤするんだと思うし、私もありますもん、だって、いや、誰だってそうでしょ、ね、付き合ってた人が、うん、今なんか特に SNS が、そうそうそう、で見えちゃうからね、そう、情報が入ってきちゃうから嫌でも、うんうん、なのでまあまあその辺はあの変に意識せずに、うん、そのモヤモヤの気持ちはそのままで多分よくて、そうね、解消できないしね、そうそうそうだけどあんまりそのそこにこう意識を持ってくってよりは違うところに、うんうん、なんかちょっと映画いろいろ新しいの見てみたりとかさ、うん、なんかあの新しいそのバーに行ってみるとかバーに行ってみるとかどうしてもバーに行ってやめてよ、 YouTube がバーに行ってバー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 言っておりますまあ、とにかく時間が解決してくれるのではないでしょうか、はい、すいません、答えになってるか分からないですが、ね、はい、ぜひね、あのまたそれで、うん、やっぱりちょっと違うなと思ったらまたメールください。はい、はい、お話聞くだけならできますので、そうですね、ブランニューサタデーは毎週土曜日朝10時から12時までの2時間生放送でオンエアしています。はい、全国各コミュニティ FM 局、またインターネット、サイマルラジオ、サイマルラジオ専用の、アプリレディモなどでもお聞きいただけますので、はい、ぜひ本放送の方も楽しんでください、はい、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。メッセージも送ってね。